は史上初ということでとっても嬉しかったです。はい、2年連続がやっぱ今までなかったっていうふうに聞いてたので、もう今年は取れないだろうなと思ってて、でもみんなでスターダムのみんなでこうやって1年間頑張ってきたので、スターダムの選手から誰か取れればいいなと思ってました。それで、はい、まさかの自分が取ることができて、やはりこの1年は私の腰の怪我もあったし、自分自身、大変なこともあったんですけれども、一生懸命ということだけを頭に、1年間プロレスラーとして過ごしてきて、はい、2年連続受賞というのは本当に嬉しかったです。ありがとうございました。はい、もうこの勢いで24日のクリスマスイブ、高橋奈々恵選手に勝って赤いベルトを取りたいなと思います。そしてスターダムは来年両国大会も控えてますので、はい、もうそちらの方も勢いをつけて盛り上げていきたいなと思います。ありがとうございました。私小川代表から原田の設定です。適当ですね。